ちは。今回はいちごチョコレートを買ってきました、はい、濃厚いちごチョコレートってやつですね。ブランチュールミニデラックスって書いてあります。はい、またセブンイレブンさんだけど美味しそうだったんで買ってきました。買ってきました、はい、早速食べていこう、うん、食べていこう。形からするんだ。いちご 20% 使用。20%? 生炭酸、こんな開け方しすごい。おー、いちごチョコレートってまた書いてある。ほらほら。いいのかな。いやいや。すごい、すごいいちごの匂い。食べよう、いただきます。待ってて。おいしい。アップショー、出た、もち。落ちそう。落ちそうって言わなくてもほっぺた吹き落ちた。美味しい、うん、見た目こんなんですね。みんな言って。さくらはみちこが大好きです。はい、頑張れ。うん、みんな大好きやね。うん、はい、うん、パパもいちご大好き。うん、うん、大好きやで。あ、ここにもいちごだ。うん、箱にパッケージにいちごばっかりじゃないからね。うん、うん、じゃあ期間限定の、これ期間限定なんだって。どうです、美味しかったですか。美味しかった。美味しいです。美味しかった。これ、ね、周りもねサクサクしてるんですよ、これビスケットで。中もねこれしっとりかなと思ったんですけど、パリパリしてて今日ね美味しいです。まだまだ食べられそう。でももう少ないからね、あとママに残しておきましょう。美味しかったですか。美味しかった。パパ、さくらって美味しかったですか。美味しかった。美味しかったですか。美味しかった。美味しかったですか。美味しかったです。美味しかったですか。美味しかったです。ということで今回はブランチュールミニ DX 濃厚いちごチョコレートを買ってきました。はい、期間限定なんで見かけたら食べてみてください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、また見てね。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。高評価はね。